どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回はバージョン 2.6 の前半で虚数アタッカーが2人揃っていますので、限定虚数アタッカーの誰を使っていくといいのかっていうのを解説していきたいと思います。現在の虚数アタッカーでいうと、ランハ、インゲツ、レイショウの3人ですね。それぞれタイプの違うアタッカーとなっています。編成や戦い方は全く違いますが、3人に関して言えることとしては高水準の火力を叩き出せるという点です。ですが編成が違うということは、それぞれの火力の発揮の仕方が違うということです。現環境にマッチした火力の出し方がどうかも大事になってくるということですね。ということで今回はこの3人の戦闘スタイルなどを確認しながら、現環境での活躍優先度について話をしていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず簡単にですが結論の方を話していきたいと思います。まず1つ目、レイショウとランハが現在だと優秀というところですね。キャラクターの使用感でいうと、ここの2人が火力を発揮しやすく、高難度も対応可能となっています。特に3人の中でも虚構女児の適性はランハだけが高くなっているという状況になっており、対応力の高さはランハがズバ抜けているという状況になっています。続いて2つ目です。インゲツの効果力は変わらず健在というところですね。インゲツに関しては他の2人と比べると高難度での活躍は少し劣るところがあります。これはもう仕方ないところですね。ただそれは戦闘効率の話であって、火力自体は現在でも数十万出すことが可能なアタッカーとなっています。まだまだダメージとしては扱えるレベルになってるんですよね。ただ編成的に革命がない限りは環境的に難しいという感じになっています。ここがちょっとネックな部分というところですね。続いて3つ目、編成の組みやすさはそれぞれ難点ありというところです。一応この3人とも火力は十分に出せるアタッカーというところですが、それぞれ癖が強いアタッカーでもあります。編成においても採用するキャラが違っているため、揃えるだけでも大変なことになりますね。しかも星4で代用できるキャラもそう多くないというのが特徴となりますので、組み合わせは難易度高めというのだけ押さえておくといいかと思います。それでは先に簡単な結論を話した上で、それぞれのポイントについても詳しく話していきたいと思います。まず1つ目、アタッカーとしての特徴比較をしていきたいと思います。まずはレイショウからです。レイショウの特徴としてですが、単体火力と味方の追加攻撃依存があるというところです。レイショウ自身のテンプによる追加攻撃が非常に火力が高くなっており、ダメージを発揮しやすいという特徴があります。これに合わせて味方の追加攻撃と連携するようにダメージを出せるようになれば、積み重ねができるため単体に対して非常に火力を発揮しやすいキャラとなっています。レイショウに関しては追加攻撃特化のアタッカーとなっていますので、味方との連携がしやすいというのがいいところですね。続いてインゲツについてです。インゲツに関しては SP 大量消費で強力な拡散攻撃が可能というところです。SP の消費量によって拡散とヒット数増加の高火力攻撃ができるようになりますので、虚数弱点持ちなら一気にダメージが与えれるようになっています。これは今でも高火力を出す要素となっているので結構強いんですよね。しかも自己バフによって強化攻撃をさらに強くすることができますので、爆発力が非常に高い攻撃が可能となっています。他の2人もそれぞれ性能的には高いところがあるんですが、インゲツのこの自己バフっていうのが今でも顕在的なところがあるんですよね。これがあることによってダメージが出せるようになってますので、拡散攻撃といえどかなり強力な攻撃ができるようになっています。ある程度の敵をまとめて倒すっていう力は強い方ですね。続いてランハについてです。衝撃発動で一気に敵を殲滅できるという特徴があります。他の2人と違って必殺技の発動から強化攻撃をし、弱点撃破をしてやっと火力を発揮できるようになっております。他の2人よりも時間がかかる傾向にあるっていうのが特徴ですね。ただし弱点無視などがあるため、弱点に依存せず火力が出せるのもいいところとなります。他の2人よりも立ち上がりが遅めっていうところがありますが、それを補うだけの火力がありますので結構強いアタッカーっていうところです。それではアタッカーとしての特徴をまとめにいきたいと思います。特徴としては、レイショウ、インゲツ、ランハの順で複数の敵に対応できるようになっています。火力の出しやすいっていう面でもこの順番になっているんですよね。手軽さで言うとレイショウが扱いやすく、こまめな攻撃が可能となっています。ただし単体特化っていうところですね。
陰月もそれなりに火力が出せるっていうのはありますが、 SP 消費とのバランスがあるため手間がかかる分2番目っていうところです。ナーハに関しては弱点撃破依存というところがありますので、このあたりは敵によって変わるってところですが、大型のボスに対しても時間がかかるってことがありますので一番最後としています。こうやって並べて見てみると、レーションの出方の多さっていうのは結構いい部分かなと思います。続いては編成の組みやすさについて話していきたいと思います。まずはレーションの編成です。メンバーとしてはロビン、アベンチュリン、トパーズっていうところですね。こちらに関しては最適を組むときはかなり高級な編成になるので難易度が高めとなっています。この点は悩ましいところとなってますよね。またノビンとアベンチュリンは替えが効かないというところがありますので、できれば揃えたいというのがあります。特にノビンに関しては攻撃力バフと追加の負荷ダメージ、さらに自分以外の全員を行動順アップというのがありますので結構相性いいんですよね。単純に火力アップと攻撃回数が増えるので非常に優秀なキャラとなっています。またアベンチュリンに関しても耐久枠ながら攻撃も可能となっていますので、こちらも欲しいところっていうところですね。まあ、追加攻撃と連動ができるのが本当に強いところかなと思います。またトパーズの部分に関してですが、モゼと入れ替えて扱うことも可能となっています。トパーズ枠は無理に作る必要はないっていうところですね。ノビンとアベンチュリンだけはどうしても替えが効かないところがあるっていうところが問題点となっています。こちらに関しては飛翔と似た編成になりますので、飛翔用に揃えてる人からすると扱いやすいってところがあります。ただその場合飛翔を優先して使うってことがありますので、まあ霊翔の編成としては同じになるよっていうところです。続いて陰月についてです。メンバーとしては花火、低運、フォフォとなります。 EP 回転率アップの編成ですね。こちらに関しては SB 問題を解決するために花火は必ず入れておきたいっていうところになります。花火がいないと正直難しいなっていうところですね。また花火だけでは補えないっていうところがありますので、低運とフォフォでバフと EP 回復で回転率を上げるっていうのも重要となります。意外と EP 回復によって陰月の必殺技の回転率を上げることが重要ですね。またこちらの替えの候補に関してですが、意外と探しにくいキャラが多いなっていうところです。缶を入れたりしようっていうのがあったりしますが、花火には到底及ばないっていうところがありますので、こちらのメンバーを揃える方がいいのかなと思います。ただこちらのメンバーを揃えたとしても火力は出せるんですが、戦闘効率っていう面ではなかなか難しいところがあるのかなと思います。続いてランハです。ランハの編成のメンバーは調和主人公、ルアン、レイサとなります。衝撃派の編成ならこのメンバーで組ませたいっていうところですね。まあホタル、ブートヒルドも使う編成っていうところです。またこちらの編成ですが、調和主人公の有無でランハの戦闘効率が大きく変わるところがあります。虚数弱点の相手に対してですが、調和主人公がいるかいないかでダメージがかなり変わってきますね。まあバフはもちろんですが、サブアタッカーとしての役目も調和主人公がありますので、そのあたりのバランスで効率が大きく変わります。その他にルアン枠としてなんですが、こちらはブローニャに変えると行動機会を増やせるってことがありますので、ルアンを持っていない場合はブローニャを入れるといいかと思います。ランハの編成に関してですが、超撃破をうまく使う必要があるため、調和主人公の有無で火力や属性による戦闘効率が下がるっていうのがあります。なので必ず入れるっていうのをお勧めしたいところですね。入れないだけでかなり扱いが悪くなるっていうところです。それでは3人の編成のまとめに行きたいと思います。こちらの3人についてですが、それぞれ依存の調和キャラがいるようになっています。なのですでに所持している調和キャラに合わせてアタッカーを選ぶっていうのも大事なところとなります。その方がいいかなっていうところですね。またどの調和キャラクターもアタッカーの火力や戦闘効率面での扱いやすさが変わってくるところがありますので、調和キャラをしっかり意識しておくっていうのが必要となります。耐久枠に関してはどうにか替えのキャラっていうのはできますので、そのあたりはねうまくバランスを組んでいく必要があるかなと思います。そうなってくると使い回しがしやすいランハの編成っていうのはいいのかなと思いますね。使い回しがしやすく、しかもアタッカーはどれも強力っていうところがありますからね。このあたりはいいバランスしてるのかなと思います。それでは続いて高難度の活躍具合についても話していきたいと思います。まずは裏庭です。こちらに関しては3人それぞれ活躍ができる状況というところです。まあ虚数弱点相手というところで考えたところになりますが、順番としてはランハ、レイシオ、陰月の順で戦いやすくなっています。
編成の相性にもよりますが、サポートとの属性相性も現在は噛み合いがいいので、ラン派は最適編成で戦いやすいっていうところがあります。なので1番っていうところですね。で、霊障とかも相性がいいところなんですが、これに関しては敵の数とかに依存するところがありますので、霊障も高めではあるんですけど、ちょっと敵の数とかバランス次第ってところです。で、陰月に関してはどうしても速度の面で遅れるところがありますので、なかなかターンがかかるっていうところがあります。なので順番としては、ランハ、霊障、陰月という順番になります。続いて虚構女児についてです。こちらに関してはランハのみ対応力が高いっていうところです。まず陰月に関してですが、 SP と攻撃頻度のバランスが悪いっていうのがありますね。 SP を3消費する割に速度も遅い上、攻撃回数が少ないので、どうしても倒しきらないとラウンド数っていうのが重なってしまうんですよね。なので時間がかかる傾向にあります。そうなってくると、どんどん出てくる敵に対して対応が遅れていきますので、虚構女児の適性は低めっていうところになります。また霊障に関しても単体特化すぎるため、ランハよりも戦闘効率が落ちるようになってます。もちろん追加攻撃ギミックだったらそれなりにポイントは稼げるかなと思いますが、単体特化というところで考えると扱いづらいなと思います。ですがランハの場合は全体火力を発揮しやすいっていうのがありますので、ランハの方が適性が高く戦いやすいっていうのがあります。そもそもランハの虚構女児の適性が2人と比べるっていうよりも全体的に高いっていうのがありますので、ランハの一番の特徴と言ってもいいんじゃないかと思います。続いて末日に感謝です。ランハと霊障が使いやすいなっていうところです。末日に関しては弱点撃破と追加攻撃の接待があるため、この2人が扱いやすくなっているっていうところがあるんですよね。やっぱ専用バフがあるとそれだけで火力出しやすくなりますので、このあたりはね、接待を受けてる感じがするなと思います。ですが陰月はバフの恩恵があまり受けにくいっていうところがありますので、適性がそこまで高くないなっていうのがあります。もちろん通常攻撃系のもあるんですが、 SP 消費と速度のバランスが末日のルールと相性が悪いなっていうのはありますね。倒せる方は倒せるんだけどっていうところになります。そのため末日の結果としては、ランハと霊障が扱いやすいっていうところになりますね。それでは高難度の活躍具合についてまとめていきたいと思います。まず高難度の活躍具合としては、高水準でどれでも対応ができるのはランハのみっていうところです。続いて裏庭と末日のクリアができるのは霊障、最後に裏庭のみで活躍できるのが陰月という感じになっています。高難度に関しては火力も大事なんですが、ある程度効率よく動けるっていう点が戦闘の効率を上げる上でもとても重要となってきますので、その噛み合いがいいランハは扱いやすくなっていったっていうところです。正直ランハに関しては使っててそこまで不満点がなかったですからね。このあたりは適性の高さっていうのが分かったのかなと思います。それでは最後です。虚数の3人誰を使うべきかっていうところで話をしていきたいと思います。こちらは優先度の高い順に紹介をしていきたいと思います。まず1人目ですが、火力と攻略の安定を狙うならランハというとこです。弱点撃破の編成は比較的揃えやすいっていうのがありますが、調和主人公がいれば火力を出せるため、火力と安定を求めるならランハがおすすめっていうところになります。編成においてルアンとレーサーを揃えるってのはもちろん大変なところはあるんですが、調和主人公がいるだけでそれなりに火力が出せるような状況になりますので、非常に相性がいいんですよね。また編成が揃えば揃うほど現在でも活躍がしやすい、または超撃破編成自体がかなり強い編成となっていますので、今後も使えることを考えると活躍がしやすいのかなと思います。そういったところでもね、ランハは選べるといいのかなっていうところです。続いて2人目の優先度が高いキャラとしては霊障ですね。霊障自身は強いアタッカーというところですが、サポーターも必須というところで2番目になっています。霊障単体は確かに強いっていうところはあるんですけど、ロビンやアベンチュリンが必須級に欲しいところがあるんですよね。どうしても連携をしたり火力をさらに高めるっていうところではこの2人が欲しいところです。そうなってくると編成自体の難易度は高めっていうところになります。ただし単体特化の性能というところがありますので、戦闘でのコツは必要になってきますね。誰を狙ってデバフをかけるかとか、そういったところがありますので、戦う上では非常にコントロールが難しいキャラなのかなと思います。でもそれを補える火力がありますので、使い方次第ではとてもいいのかなと思いますね。そして最後3人目です。花火持ちなら陰月っていうところです。
臨月に関しては現在復刻期来てますが、優先度としてはちょっと低めかなと思ってます。まず臨月に関してですが、花火を既に持っているなら候補としてはありっていうところになります。まあ、弱いキャラではないんですが、調和キャラが必須級に欲しいってところなんですよね。このあたりは霊障と似たようなところがあります。ただ花火を入れてたとしてもなんですけど、途中で紹介したような現環境では他の2人よりも活躍度合いが低いっていうのがあります。なので優先度はさらに下がるっていうところがありますね。揃っててもっていうところがあります。なのでこのあたりはどうしても編成による頭打ちが来てるなと思いますので、今後の新キャラによる革命が欲しいところかなと思います。これが来るとね、臨月の活躍ぐらいも変わってきて、扱いやすさも変わるのかなと思いますね。そうなってくると順番も変わるのかなと思います。現在の環境としてはどうしても超撃破と追加攻撃が優先されているところがありますので、順番としてもね、ナーハ、レイシオ、臨月という順番になるのかなと思います。まあ、実際裏庭とかでも使ってて、ナーハはズバ抜けで強いなと思いますね。でレイシオと臨月に関してなんですが、レイシオはまあ噛み合いが良ければうまいこといいラウンドでクリアができるとか効率が良かったりします。で臨月よりもちょっとだけ高いっていう認識ですね。で臨月に関してはどんなに工夫して頑張ってもなかなか火力と行動効率のバランスがあまり噛み合わなくて、ラウンド数だけがかかるっていうことがありましたので、なんかこの辺りのバランスがね、もう少し効率よくなってくれると嬉しいのかなっていうところです。ということで今回の判断としてはこの順番として紹介をしておきます。まあ、虚数アタッカーがね、今やっと3人になったっていうところなんですが、ナーハが入ったことによってね、だいぶ環境が変わってきたのかなと思います。適応力が高いっていうところがありますからね、この辺りがどう変わってくるのか、またサポーターが出てきた時に楽しみになるかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。